ホセカルロスパーチェは、ブラジルサンパウロ州出身の元レーシングドライバー。ニュルブルクリンクで、フェラーリ 312PB をドライブする、パーチェ・ホセカルロスパーチェの共造、エマーソン・フィッティ・パルデのライバルと目され、1970年代初頭に、ヨーロッパへと進出した。F2 などを経て1972年に、フランク・ウィリアムズのチームから F1 デビューを果たすが、マシンの性能が、 不足思考成績を収めることはできなかった。1973年にサーティースに移籍。この年は F1 の傍ら世界メーカー選手権にフェラーリから参戦。1974年途中にチーム離脱後、当時ブラバムのチーム代表であったバーニー・エクレストンに見出され、イギリス GP からワークスドライバーとしてブラバムに加入。1975年、 自らの故郷で開催されたブラジル GP で初勝利を挙げた。その後もブラバムに在籍したが、1977年、南アフリカ GP 後に地元で飛行機事故に遭遇し、死去。生涯唯一のグランプリ勝利を記録したインテルラゴスサーキットは、彼を記念してアウトドローもホセカルロスパーチへと改名され、現在もブラジル GP の開催地となっている。 そのハンサムな風貌から F1 を題材とした映画ボビー・デア・フィールドでアルパチーノのスタンドインを務めた。ありがとうございます。